好きになってくれました。そういうことではありません。感心したということです。なんかデートしてるみたいですね。そんなんじゃありません。こういう時ってどんな話とかするんですかね。わかりません。あどうしました。俺何も知らないんだ。え、いや今気づきました。シスターアンジェラのこと俺何も知らないんです。好きな食べ物とか好きな色とか癖とか教会でどんなことをしてるのかなとか。知らなくていいです。そんなこと知りたいです。シスターのこと。どうしてですか。好きだからです。またそういうことを。シスター、好きな食べ物とか何ですか。走らなくていいんですか。お菓子とか好きじゃないですか。走ってください。はい。なんで持ってるんですか。いただきます。太りますよシスター。